15メートルの壁を1対1形式で対戦しながら登っていきます。いかに早く登れるかを競うスピード。さあ銅メダルをかけた3位決定戦、アメリカのサム・マドソンは世界記録保持者として何としてもメダルを持ち帰りたいという思いはあるでしょう。対するレザ・アリプール・シナザン・ディファルドは30歳ですが、先ほど準決勝で自身初めての4秒台に突入した。これは勢いありますよね。そうですね、この勢いがまさにこうワトソンにとっては怖いでしょうね。飛び出しはワトソンだ。アリプール・シナザン・ディファルドも迫ってくる。ほぼ並んでいる。フィニッシュ。勝ったのはワトソン。ワトソン銅メダル。世界記録ですね、また。4秒74だ。世界新記録で銅メダル。世界最速の男、意地を見せました。世界新記録で銅メダル。